柴吉行、柴吉行は、南北朝時代から、室町時代の武将、守護大名。柴氏五代当主。室町幕府創業の元勲である、芝高常の四男で、室町幕府初代、三代、五代、七代官僚。越前、越中、芝の守護。幼少より、父、高常の偏愛を受け、父の貢献と推薦もあって十三歳にして、 幕府官僚職に就任する。後に、父の出脚と同じくして、自身も、遠追われたが、間もなく復権し、政敵の細川頼行を、攻略の政変にて失脚させると官僚に再任。以後、足利義満、足利義持と二代の室町将軍を補佐し、およそ30年間にわたって、幕府の重鎮であり続け、ばしの最盛期を築いた。平五年。 1350年、柴高恒の四、男として誕生する。父、高恒の偏愛を受け、昭平十五年、1360年には十一歳で、元服し、十五位下地部大輔に助された。この頃の幕府では、二大将軍、足利義明を補佐する執事、官僚であった、細川清氏が、公安の政変で失脚し、南朝に属して、京都に侵攻したため幕府は、 討伐を行い、出事職は空席となっていた。昭平17年、1362年、13歳の、義行は父、高詰や柴氏の遠席であった、有力守護の佐々木同與の推薦で出事となり、ただし、同與自身は婿にあたる義行の兄、宇治よりを押した、越前の他に、越中の守護職を与えられた。義行の年齢のこともあり、実際は、父が、 公権人として、学生を指揮するが、高常の独裁的、強権的な政治は、諸公や自社の強い反発を受けた。このため、昭平21年、1366年8月に、起こった、常時の変において、細川頼行と結んだ同与などのため失脚して、越前に失足する。この後、公認の官僚には、同与らに推薦され、頼幸が就任し、 細川氏との因縁は残された。やがて昭平二十二年、1367年に、父が失意の中没すると、間もなく、義行は幕府より赦免され、再び越中守護に部任された。腰中守護に再任した義行は、長年にわたって同国に勢力を張る桃井いただし常、自家、前越中守護兄弟の討伐を推し進めていくことになる。 桃井兄弟は、剣武年間から活躍する武将であり、特に兄の直常は、足利忠義、忠冬の強力な与党として、幾度となく、幕府を苦しめた猛将と知られていた。これに対して義行は、越中、能登等の北陸勢を率いて、桃井軍に挑み、昭平24年、1369年10月には、直常の籠る松倉城を攻略した。 落ち延びた直爪ら桃井一族は、よく剣徳が年、1370年に、冥軍長沢において、決戦を挑んだが、この合戦で義行は、直常の子、直和を廃止させるなど、大勝利を手にした。敗れた桃井一族は、南朝勢力や飛騨の姉が孔子氏の支援を受けてなおも、抵抗を試みるものの、剣徳二年、1371年の御遺送の、合戦で、 吉見氏などに敗れた以降は、ばしに駆逐され、ここに越中は、幕府軍に完全に制圧された。困難と思われた越中平定と、桃井追悼を成し遂げた吉行は、諸行中でもその名声を高め、その後は、吉明性室で同族でもある、渋川幸子に接近してこれと結ぶなど幕府内での基盤を着実に固めていく。この頃、幕政を主導していたのは、 若い三大将軍、足利義満を補佐していた、細川頼之であったが、義之は守護国である越中や越前国内の所領において、国人と守護代との騒動などから頼之と対立する子もあり、常時の変以来の因縁もあったために、反頼之派の旗頭となっていく。この勢力には、同世の没後に頼之と不安になった、京国高秀。 同与の子も加わり、次第にその勢力を拡大させていった。天寿五年、1379年、ついに義行は、高秀や時頼安ら、藩義行派の守護大名と救合し、兵を用いて、将軍邸である花の御所を包囲するに至った。義行は義光に迫って、義行の悲鳴を求め、義行を解任させて、自身が官僚に任じられるクーデターに成功する。 これを、攻略の政変という。悲鳴された頼りは自邸を焼いて、両国のある四国へ落ち延び、ちょうど、常時年間の義行と逆の形となった。幕府の官僚に返り咲いた義行は、官僚と万所の機構を整備して、権限を強化、春国妙派を総六に任命して、前奏の統括を図るなどよく、義光を補佐し、室町幕府の安定に力を尽くした。また、 ばしとしても、剣務以来の両国であった越前を取り戻し、越中を畠山も特にと交換。吉行の弟、吉種が加賀の守護に認じられ、河は2年、1382年12月には、十四位市も左平正しに昇進するなど府内で勢力を広げていったが、頼行の両国家を没収し、河の通行に与えて、これを討伐しようとした計画は、 勝利業が帰り討ちにあったことや、吉光がこれ以上の細川氏への刺激を抑えたことによ、失敗に終わった。やがて吉光の将軍権威が確立して主導的な失勢が行われ始め、厳中6年、1389年に、頼りが赦免されると、吉行の政治的立場は微妙なものになり、厳中8年、1391年には吉行は、官僚を実施。 両国の越前へ帰国した。この後変わって、よりゆきの弟で養子の細川よりもとが官僚となった。しかしよりゆきが、現中九年、1392年に没すると、再び幕政に参与し、翌明徳四年、1393年6月からは三度、官僚に就るなど、よしは、生涯において、出自、官僚職を5回、延べ18年にわたって、 幕政を主導した。九州丹大の今川貞代よ、両親の解任にも関与しているとされる。将軍義満が出家すると追従して出家し道将と、と、合して、家督を、この義重に譲った。大永 2>, 2年、1395年7月25日、正四位した江門忠に昇る。それまで江門の府の忠は、平家の金立や、 鎌倉将軍の源の頼り江を除いて武家に、任官された例がなかったため、関白一条京次はその日記、荒れ木において、武士の衛門正し、未だ着飾ることなりと、義行の衛門正し任官が、区月社会で驚きをもって迎えられたことを記している。王永六年、1399年に、大内義弘が挙兵した、王永の乱の討伐にも、 義重と共に従軍し軍港を挙げた。乱後義光は、芝生氏の働きに恩賞として、義重に、尾アさらに、東東海の守護職が与えられた。取得年間からは、信濃守護を兼ねていたため、芝氏は、越前、尾アリ、東ートウミ、シに及ぶ五州の大主となり、ここに最盛期を迎えた。ただし、信濃は短期間で、小笠原氏に交代。 両国化はならなかった。大英15年、1 4百8年の義満の死後は、この義重を官僚職に押し、宿老として四大将軍、足利義持を補佐する形で徴用された。義満の後継には、公家社会などから義持の弟、足利義継が支持されたが、義行はそれを事前に抑えている。さらに朝廷からの義満に対しての、 大乗天皇追贈を宣例のないことを理由に辞退させ、日民貿易、官房貿易の停止を進めるなど、吉光の死後にその政策を批判した動きを取る。さらに、欧永16年、1409年6月7日には、出家のみで4度目、5度目の官僚に就任、京古と京帰保科し、8月1日には11歳の孫の吉厚に官僚を譲ることで、柴氏による、 学生支配を目指したものの、それからほどなく、欧米17年、1410年5月7日没、去年61、法名は、法音寺伝道省設計。人々はその死を、当政部門の、重となり、一家の収章化といたんだと伝えられる、柳原家記録。京都における、義行の本邸が、室町2の家出の工事にあったため、家出の工事殿と、通称された。 彼以降の柴家当主は、代々、左兵たし、または、左兵佐に任官したため、同家が、武衛、兵衛府の東病家の名称で呼ばれるようになると、それによって、影の工事帝も、武衛人と呼称された。現在の京都においても、旧武衛帝付近に一帯、平安女学院周辺を武衛人長と呼び、その名を今に伝えている。また、武家家君、筑波省の著者、 別人説ありとしても知られる。義行の死後、孫の義厚は、官僚を解任され、老いの満手、義種の子が、加賀主を解任されるなど徐々に、ばしの誠意は下降していく。義行は、高潔な人格に、寛大な性格を持ち、正道を誤ることなく、雅にも通じていたとされ、以下のような逸話も残る。逸話ではあるが、このような正道にかなった。 義行の行いを世の人々は褒めたたえたという。一方で義行は先行著しい優れた武将であり、手売れた政治家でもあった。また、義行が鎌倉久保と内通した罪で、義満に討伐されるとの風文が落中流れた折、り義行は着死義しを義満のもとへ赴かせ、申し開きをさせた。小野が義行から疑われていると思われ、 驚いた義満は、義行の邸宅に赴いてイブし、その関係改善に努めたと言われる。このように義行は、空前の権力を手に入れた、日本国を義満に、意見できる、唯一の財であった。日付イコール旧歴、章の読みについては、まさ、ゆきの二通りがある、義行時代、信号。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。